ゲオルゲ、クリスティアン・オガラルは、ルーマニア・ブカレスト出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。元ルーマニア代表。現役時代のポジションはディフェンダー。ステアウア・ブカレスト FC ・ステアウア・ブカレストの下部組織を経て、18歳の時に同クラブのトップチームからプロデビューを果たしており、1999年11月28日の、 FC オリンピア・サトゥマーレ戦が、リビジア A での初出場だった。ステアウアでの1、2シーズンは主に控えで7試合の出場に、とどまっていた。そのため、2000から01シーズンに、リビジア B の FCM レシサ、2001から02シーズンに、リビジア A の FC をツェルルガラツへそれぞれ、期限付き遺跡に出され、25試合1得点、20試合1得点と、 経験を積んだ。2002年にオルエルルのミハイスとイカ会長が、ステアウアのゼネラルマネージャーに就任したのを機に、ステアウアでの先発をつかみ、以後、シーズンが経つにつれて、評価を高めると、リーグ最終節の2006年6月7日に FC、バスルイ戦に先発出場して、リーグ優勝に貢献。これがステアウアでの最後の試合となった。UEFA カップの方では、2004から05、 シーズンに前年度王者のバレンシア CF を破り、2005から06シーズンに準決勝のミドルズブラ、FC 戦まで到達する等の躍進を支えた。FC ステアウアブカレストで練習をする、オガラルアヤックス2006年5月23日に、遺跡金330万ユーロで同郷のニコラエ、ミテアが在籍するエールディビジのアヤックスアムステルダムに、ハーテムトラベルスイーの後釜として、 7月1日からの4年契約で移籍した。8月20日の RKC バールバイク戦でリーグ戦初出場した。加入1期目は公式戦初出場となった PSV やイントホーフェンとのヨハンクライフシャール、AG アルクマールとの KNVB カップのタイトルを獲得しており、前者ではアルナコネへの対応が変テンカ手監督を納得させることができず。 前半終了後に交代を告げられているが、後者では延長戦含む120分フル出場して、PK 戦も成功させた。翌年も、ヨハン・クライフ・シャールのタイトルを獲得したが、試合中のハムストリングの負傷によって25分に交代し、4週間の離脱となった。その後、グレゴリー・ファン・デルビールの台頭とブルーのシルバの加入から、 余剰戦力とみなされており、2008年9月1日に、フルスノステアウアブカレストへ1シーズンの期限付き遺跡に出されたが、アヤックスに復帰後も状況は変化しなかったことで、2010年7月17日に、スイススーパーリーグの FC シオンへ完全遺跡をした。2011から12シーズン終了に伴いシオンを退団した後は、2012年9月に、 メジャーリーグサッカーのシアトルサウンダーズ FC のトライアウトに参加し、クラブデポルティボチーバス USA とのリザーブ試合に出場した。しかし、サラリーキャップの問題から契約を結ぶことができず、同年12月下旬には古巣アヤックスの練習に参加した。2013年7月22日に33歳で現役引退を表明した。 2005年3月26日の 2006FIFA ワールドカップヨーロッパ予選オランダ戦でルーマニア代表として初出場を飾る。以後、ビクトル・ピツルカ監督は右サイドバックにコスミン・コントラをはじめペトレ・マリン、バレンティン・バドイを選択したために出場することはなかったがコントラの負傷により2007年10月に UEFA ユーロ2008予選のオランダ戦と ルクセンブルク戦に向け、約2年ぶりに招集され、10月13日のオランダ戦で2試合目に出場した。同予選では4試合に出場し、出場に貢献したが、数ヶ月所属クラブでレギュラーを外れていたことで、UEFA ユーロ2008に向けた26人の代表候補に入れなかった。現役引退後は、アヤックスアムステルダムで、高知業の研修に参加し、 その一環として2013年にアヤックスアカデミーを指導した。2014年にも参加していたが、同年9月にリーガ1の FC ウニベルシタテアクルジュの監督に就任し、アヤックスのリザーブチームであるヨングアヤックスからダンゼルグラーフェンマッハを引き連れて行った。しかし、初戦の FC ラピドブカレスト戦から勝ち点を落とすなど、成績はかんばしくなく、 2005年3月1日に、解任された。既婚者であり、3人の子供がいる。出店出店出店 FC、ステアウアブカレストアヤックスアムステルダム FC シオン。ありがとうございます。